前回から、えー、もうちょっと細かくっていう話だったんですけども、書い、うん、てきてもらったやつ、すごく流れは前回の,あの走り書きよりかは細くなったんで、はいいいと思います,すごくいいと思うんですが、もっときっとあの思うことが絶対にあるなとは思うんですよ。 前回はね、ざっくり、あのー、もっと好きなように書いてって言ったけど、まあ、それをトライしてみて、まあ、これなんで、ちょっとここからこう場所とかテーマをさらに絞り込んで書き起こしていこうかなって思ってて、そうすればもっとなんか、ね、あんまりざっくり広い中で。 思ったこと書いて、つってもね、難しいと思うんで、はい、ここを広げていったらいいんじゃないってところを広げていこうかなと思ってます。はい、いつも自分を支えてくれる人がいる。っていうのは、どう支えてくれてるのとか。あ<ー>うん、自分が、 どう思ったときに、どういう姿勢で、どういう、例えば具体的に言うと、どういう、じゃあ、ツイッターのリプライで、うん、どういう、そう、SNS の声とか、ファンレターとか、メールとか、どういう風に支えてくれるそれとも、まあ、その、ひまわりの存在がいるだけで支えてくれるのか。うん、といったような、この、どうやって、石橋ヒーローを支えてくれているのかっていうのを、ここは掘り下げようか。はい。 あで、また一つ、あのー、口うるさく言うけど、はい、これを次の掘り下げるときも歌詞を書こうとしないことねあそうかこのワードはちょっと使えるかなとかはい、はい、このワードはちょっと使えないかなとかはい、はい、そういうのは一度、あのー、全部それを歌詞にするわけじゃないからまずはその掘り下げて掘り下げてもっと自分の気持ちを具体的に自分自身で知ろうっていうところからなんで、はい、まずそこは気にしないで取り組んでくださいね。 一応今回のもう歌詞というか、なんだろう。うん、自分のその、あの、思ってることを書いたつもりではいます、ね。うんうん。うん、それはすごくね、あのー、はい、前回より全然伝わりました。はい。ので、次も引き続きそのつもりで、ま、まだそのつもりでやってください。はい。で、えー、じゃ二2行目ね。えー、いつも自分を応援してくれてる人がいる。じゃこれも、えー、もっと詳しく言うと、どう応援してくれてると思ってるのか。 うん、例えば、あのー、かぶってもいいから、他の掘り下げているもと。はいはい、これは今、一つ一つが別だと考えてもらって、全然ワードがかぶったりしてもいいから、どう応援してくれてるのか。うん、次は、まあ、えっと、その前の二つと似てるから、まあ、大体一緒なんだけども、どう励ましてくれるのかっていうところと、うん、励ましてくれるってさ、応援とは意味が違うじゃない。だから励ましてくれるっていうことは、うん、ひくんは、 きっと落ち込んだのか何なのか辛かったのか分かんないけどなんて言ったらえっと結構僕そのステージの前だと緊張するもう本当に本当にマイクの前であそっけなるんです本当に頭から頭真っ白になっちゃうんでその時に頑張ってっていうめっちゃいいじゃないですか今の今みたいなことを書いてほしいの全体的にもうエピソードだったりとかそう もまさに今話したような、このやりとりを全部自分で、ね、<ー>書き出してもらえればバッチリ。割と今全体的に、なんうの、その、えー、固有名詞がない。抽象的なふうにまとめてくれてるじゃないうん、うんはい、はいはい。そのライブの時に何月何日ステージでマイクの前に立つまで超緊張してみたいな。そんな話って全然大丈夫だから。うん、あ、わかりました。うん。知ってくれてるわけるなのかな これはどう思うもっと具体的に言うとしたら。うん。なんだろう、叱ってくれてると教えてくれてるは一緒なのかなと。あのね、うんそう、それも今いいこと言って、そんなのも歌詞になるから。ほんと自由だから。<laughs> 例えば、叱ってくれてると教えてくれてるって一緒なのかなで一つ曲になるでしょ。うん、もうそういう、もうとにかく全部使おう。もう会話も、うん。 全部歌詞になるから、まだね、そういう意味で言うと歌詞書こうとしてるーバーて。ああ、確かにそうです。これって。全然そうです、ね。と日常でいいから。今そのポロッと出た言葉が、一番ひーくんの中にある言葉だから。うん それって今本音じゃん。めちゃくちゃいい、いいテーマだと思うし。はいはい、い忘れずに書いといて。はい。て。えー、こうやって。すごいなんかね、そうそうそう。そうやって、それを気づいてほしくて、今、こういう作業をしてて。うん、で、じゃあ、ここでちょっと、えー、テイストを変えて、えー、違う、まあちょっと、はい、なんていうんだろう、スキル的な話をすると、はいえー、今はね、その、それまでは自分の気持ちを掘り下げる。 ってもらいたかったかけどこのキーワード集はに関しては一つのキーワードにもうちょっと、えーま、ストーリーを持たせるっつったらちょっと大げさだけどいろんなその一つのキーワードからいろんなものが発生していけると思うんだよね。 最初にやってくれてたみたいに特にこういう名詞に関しては広げやすいからうん、うん、一回そのいろんなことを書き出し見みるといいかも特に「ひまわり」っていうのはキーワードになるワードだからそうです、ね、意味調べてみたりとかねもう一回言葉自体の意味をそうでうね。辞書。言葉自体の意うを。そう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 あそう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 うう 知らないこととかもあったりするし自分ではただ一つの意味だけに思ってたりすることもまた別の,、うん、その意味なのかもしれない結構ね、辞書はね、そう面白いっすよ <laughs>、うんこう。個人的に知りたいんだけどさ、その歌、はい、なんで歌い続けるんですかなんだろう。まあ、そのみんなが僕をこう見てくれて応援してくれるから、うん、なんだろう。うん なみんなのな,なんていうんだろうな期待に応えるじゃないですけどそのあ、えー、あ<っ>いいじゃないですかえー、でそんな君が悲しい時はこの歌を聴いて元気になって、まあ、もうこれとかもう、あのー、すごく簡単な表現だけど <laughs> すごく素直な、あのー、言葉でねいいと思う最後ちょっと歌しすぎるんじゃないちょっとポエムっぽかった <laughs> <laughs> そうだね。<laughs> これもポエムやんだって、もう。いま <laughs> りのような、あの、あのってどのよっていう話でも、だから。ああ、そうですね。あ、まあでもあのって、これはあのー、ファンの方のこと言ってるの違うでしょちょっと、なんつらかあのってつけたいでしょうそういうわけではない。<laughs> はい、<laughs> なんか、あの素晴らしい日々をもう一度みたいなあ,<ー>あのってつけたいでしょ <laughs>、はい まあ、励ましの歌になってくれればいいのかなっていう、うん、まあ、感謝と励ましといろいろそういう、あのー、うん、あれが込められた歌になればいいかなと思って、っとみんなの心がその笑顔になるから、な,なるように僕は歌うから、その、うん、なんだろう、もう一度、ひまわりのような明るい元気な君を見たいな、みたいな、完璧ですかね。うん。まあ、これはちょっとポエム風に、ま。そうですね。まとめたっていうことです <laughs> <laughs> はいきれいにまとめようとしたでしょはい <laughs> それダだめだからねそれこれをしたらまだだめな段階だからあまり別にしてもいいけど <laughs>、はい、<laughs> 掘り下げられちゃうからこうやってこ <laughs> れどういうことなんつってやられちゃうからはいまあなんとなく分かったかな,なかそうですねもうその、うんうん、なんだろうテーマのキーワード一つ一つ,つからそのなん調べるっていうのはすごいこう重要だし あの結構その作詞にもあの関わってくることだなと思ったんで、結構、これをまず第一にやってみますそうだね。はい。あとはその、さっきの会話の中から生まれた、<laughs> ああ、それでいいんかっていうのを常に <laughs> あの忘れないようにして、はい。そのテンションで、あの、書いてください。うん。意外に個人的な方が共感し,してくれることが多いかな。うん。今までやってきた中で。 とは思ってます。だから一回それでね、<laughs> やってみましょうか。これ出んのかな <laughs> ひーまわり。聞くかなんだ。へぇひまわりは聞くかですよ。聞くかの、えー、一年草一年草となんて言うんだろう。一年,一年草かな多分。そう一年。一年草ってやつかもしれない。 種子は食用。へえ。食べれるんだ。サンフラワー、日輪草、日車。へえ、そんな呼び方があるのね。元気。ばん、万物生成の根元となる。え <laughs> そんな意味なの、元気って。あ、活動の源となる気力。 これはね、なんとなくね、確かにね、元気はね、元気がないと、なんだろう、動けないからね。確かにね。次。あーーるい。よいしょ。光が十分させて、ものがよく見える状態である。 そっっちじゃないな、いい明るいって。別に。光じゃないんだよなみんなが明るいってことだからあこれか性格表情などに曇りがなく晴れやかであるうんあとはえー、っと陽気である、うん、明るいからね 将来の見通しなどについて楽観できる結構ね、あの、単純なね、こう言葉でも、調べるとね、結構自分でもね、わからない言葉がね、結構出てくるもんだんでね、ほんと、佐伯さんは素晴らしいと思います。<laughs> 僕ね、調べることがね、ほんと好きじゃないんですよ。好きじゃないといか苦手というか、昔からね、結構国語辞典とかもあんまりあの見ない、 見てるとなんか眠くなってくるみたいな <laughs>、そういう感じだったのでね。はい。だからこの電子辞書っていうのがね、買って今回、あの、結構ね、あの、便利だなと思い、思うようになりますね。よし、結構、調べたぞ <laughs>。そう、あの、ひまわりがね、日輪草っていうのかな。これすごいかっこいいね。日車とか。優しいか。優しいが恥ずかしいっていう意味なのがちょっとね、あれかな。 わかんなかったな <laughs>。またちょっと調べてみます。<laughs> で、今回はね、こんな感じかな。今日は、ここの髪が、跳ねていたから、帽子をかぶってみたけど、あんまり効かなかった。イ e ーイああ、今日は、前髪が、 長かったから、帽子をかぶったよ !Yeah! <laughs> ということで、はい。えー、ちょっとねやば、やばいよね、この寝癖。もう、帽子かぶったのにあんま意味なかったっていう。はい。もう、はい。髪が切りたい、石橋色です。えー、今日はですね、えー、前回、佐伯さんから言われたことを意識して、 えね、あのー、前の歌詞を詳細、ま、前の歌詞の詳細をもっとこうななんていうんだ、えー、っと簡単にするっていう作業をやっていきたいと思います。そうまそのどうやって僕を応援ちょ見える見えるどうやって僕を支えてくれてるのかを。 考えますツイッターとかツイッターいやえ n インスタグラムなどでまあいいねやねリツイートでコメントをくれる方だったりねうん結構ね本当にあのファンレーターとかのプレゼント系はもう 毎回ちゃんと読んでるんですけど本当に僕の誘いになるというかあのなんだろうあの息抜きにねあの今まであの皆さんが送ってくだ、えー、さったファンルーターをこうね読み返してみるとねなんかこう心が楽になったりするというかほ本当にねえー、いつも読ませていただいてます本当にありがとうございます <laughs> 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 まあその笑顔がどういう笑顔かっていうのね その優しいな、違うわ。あの一定の,その笑顔だけじゃないよねって話ですよね。えー、どこだ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 、あ、そう、笑顔どんな、君のあの笑顔みたいな笑顔はなんだろう、えー、あ大丈夫、撮れてるあ、撮れてる、よかった。えー、優しい、優しい笑顔。あとは、困った笑顔。 困ったことあるか、うん、あとはう、えー、嬉しい笑顔であとは笑顔素敵な笑顔あるよね素敵な笑顔って素敵な笑顔かなうん第1個やっと 歌詞としての、えー、第一行を挙げてもらったわけですけれども、はいはい、一番最初はその歌詞を書こうとしないで頑張って率直な自分のこう、うん、スムーズなこう吐いてるものが書けたのかなって思ってて、はい、でここから、えー、やっとこう歌詞にしていくっていう頭に切り替えて。うん いいと思っててそういう意味で言うと今の1、えー、発目上げてきてくれたものは、はい、ちょっと歌詞にまだなってないかなっていう<ー>その論文っぽいっていうか事実をしっかりと言ってる2人でねたくさん話したことをしっかり書いてはいるんだけどうん、うん、まだその歌に載せるっていう意味で言うと硬、えー、い っってていいうかか、うん、教科書みたなな感じになってるからはい、はい、でも最初の一発目としてはもうこれでよくてうん、うん、ここから砕いていったりとか少しまあえっと綺麗な表現とかうん、うん、みんなに分かりやすい表現とかに変えていくっていうふうにしていくと多分どんどん歌詞っぽくなっていくから、はい、ここからそうだねまずこのワンコーラス文を、えー、歌詞にしていく作業をしていった方がいいなと。 思ってます歌詞にするってまたそうなんだろう逆に難しいというかうん、うん、そうだね一、ね、回こう簡単にしてからまたこう歌詞に戻すっていう時のどこをどうやったら歌詞になるのかなと思ってたんですけどそうなんで最初にその歌詞を意識するなっていうふうにやったかというと <laughs> やっぱりひーくんの言葉じゃないものが出てきちゃうてたからねまだ。うんうん さ最初の段階では。うん、そう。だから一回ちょっと遠回りにしてもらったんだけど、果たしてこれ、メロディーに乗った時に乗せやすいのかとか、あ<ー>そういうとことかも出てくると思うから、うん、えー、これって、いつも、いつもその歌詞から曲書く時って、どう、いつも完全にこう文章で書いて、はい。 それにメロディーをつけていくっていいくっなんか、そんな感じで、まあ、そのメロディーをあ、違う、えっ、ー、と、歌詞を作ってる時にいつもこうメロディーを一緒にこう当ててって作るようにしてるんですけど、今回は、はい、今回はそれをなしでやってました。あ、そんか、そうか、そ、は、う、い、そうだよね、メロディーつけちゃうと話し、うん、話だったもんね。はい、どういう曲にしたいか次第だけど、なんかちょっとこう、うん あのさあの日君を好きになったのにうん、うん、でちょっとなんかこう転がしてさ言葉数多めのははい、はいまああのラップじゃないけどまあそんな感じですみたいなはい、はい、あんな感じでよければこういう文字数でもいいと思う、うんうんうん、なんかそうなんですよね文字数が結構気になっててそうねそれがやっぱ作詞、うん、から始めるときの一番難しいとこ そうなんだろう起承転結にちょっとこだわりすぎちゃったというかなんか結構そうそうんなくてやっぱりやめてって言ったじゃん言っちゃったもんだからねそうなんです気にしちゃダメ気にしちゃダメって言ってもそう、あれなんですよもうなんか歌詞になんなくなっちゃうんですよ少なくなるとはい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 あそうなんですよ難しくてまあだから今話したようなことをちょっとつ 変えてって。うん,うん。うん。とにか変えてっちゃおうか。はい。まあ僕に足りないものを教えてくれた、ここを何にするかだね。うんうん、君なのか、あなたなのか、人たちなのか、人々なのか。うん,うん。僕が失敗したときには。失敗がいいかな。あ、これもね、僕ってもう最初に言ってるから、あ<ー>僕の話,話そうですよね。 なんか、ちょ、結構僕多かったなと思って。なんか、ストーリー展開つけるんであれば、うん、例えばこの、だから僕は感謝したいのフレーズを、最後の方にも持ってって、うん、ちょっと意志を強くしてあげると、うんうん、また変わってくるから、だから僕は感謝するんだとか、に変えていってあげても面白いかもね。だから僕は感謝するよとか。 今したいだからね。want to、うん、ですからね。うん、<laughs> あのー、want to じゃなくて、もう、I will.I do になる。うん。うんあ。それは後の々ちの,ちの話。関わってがちょっとな,ないのかな。<ー>うん。かもしれないな。関わ、かか、なんだろう、今まで僕に <laughs> 仕事みたいになって。<laughs> そうですよね。 出会ってくれたとかああそうねそう,ねうん、うん、そうそういうことそう,そういうことそういうこと出会ってくれたすべての人がいなかったらうんすべうん、うん、てすべ、うん、てもちょっと大げさかなと思いますがどうですか歌詞にしてはそうです、ね、あいなり,あり何だろう、うん 一応全員に感謝をしたいっていう、まあ、そう,ね、そういうあれなので。意味的にはわかるんだけど、うんうん、でしかもサビの頭でしょはい。<laughs> 結構分量多いなっていう気はして、<laughs> はめるの難しそうだなって。ああ、そうですね。うん。それか逆の意味を言っちゃうとかね。今の僕のバったをちょっと変えて、はい。 全部、例えばで聞いてね、はい、出会ってくれたすべての人が今の僕を作った。ああ<ー>、うん、逆の意味は一緒だけど、逆のことアプローチをするとかね、うんうん。そうか、そういう表現方法があるのか。うん、そう、一つの意味でいろんな家具とか。うん うーん。難しいですね。うん。まあ、重要なね、ところだからね、一番。うん、うん、難しいと思う。じゃあ、ちょっと保留にして、はい。まあ、意味的にはいいと思うんで、その2行目かな。うん、え、感謝を届けたい。感謝もね、硬いっちゃ硬いかもしれないから。うーん まあ、ありがとうをとうです、ね、届けたい。ありがとうを送りたいとか。うん、でもいいかもね。この歌でずっとありがとうを送りたい。うん、っていうのはどうありがとういます。ありがとうっていう言葉が何だろう。うん、こう柔らかい感じなんで感謝よりかは全然、うん。感謝と同じ意味で何があるかなっていう。うん 一回、その英語で調べたんですよ。なんか感謝がこぼかたグラシアスとか,か、<laughs> 俺もね、今、実はね、頭の中でね、そうそうそうグラシアス・フォー・ユーとか,なんか、<laughs> なんか気持ち悪いかなと思って <laughs> いきなりグラシアス英語じゃなくなる。<laughs> この歌でずっとありがとうを伝えたい。もし、この歌を聴いてくれるのなら,なら、少しでも自分の歌で笑顔になってほしいな。 このこね、自分の、これは意味的にはその、この歌っていうより自分の声っていうことあー、そっか。そう、なんで自分のってこう、どういう意味なんだろう。この、この、なんだろうなあ、難しいな。この曲で、この曲を聴いて、うん、笑顔になってほしいなっていう、うん、この自分と僕っていう表現は、どっちの方がいいとかありますか この、まあ、ケースバイケースだけど、うん、今回まとめ直したのに自分っていうワードはなくなったし、僕の方がパーソナルなワードだからいいとは思うよ。今回のケースに関して言えばね。一旦これでじゃあ、えー、ラフ、 出来上がりっていうことで、はい、えっと、ど、どうし、どうしようか。これ、うん、なんか、まあ、勉強と経験になるっていう観点だけで言えば、はい。えっと、この段階でもうワンコーラスのメロディーはつけちゃって、 うん、2>, で2番以降は逆にメロディーから歌詞を考えられるからあ<ー>まあこの一連の流れでどっちのアプローチもできるっていう勉強にはなるけどこのままもう頭の中で歌詞のイメージが出来上がっててそっちの方が先に具現化したいっていうんであれば、うん、先に歌詞に変えてもいいと思う、あのー、やりやすい方でいいよ。 今回は歌詞からやってみたいと思います。分かりました。1番をつけてなんか音が限定されるってよりかは、うんうん、新しく作ってからの方がいいかなと思っていて了解しましたそしたら、はい、どういうサイズにするかはわからないですが自分がフルサイズと思う伝えきるところまで <laughs>、えー、書き上げてもらって。はい それ目標までにいけちゃう、まあ、頑張ります。そういうね、そういうスケジュールでいたからね。はい、で、まあ気をつけるべきは、今日やったことをまあよくよく、うん、あのメモしたと思うんで、はい、思い出して、で、ああ、そういういろんな考え方とか、うんうん、一つの意味でいろいろ言えるんだっていうことを今度は考えながら。はいうん、で、気象転結はもう、ピークの中では禁止して大丈夫 <laughs> はい。 <laughs> うんまあ、でも、ね、<laughs> 今作れたから、多分気にならないと思うけど、はい、この後はうんでも、だいぶイメージが分かったんじゃないかな。結構、はい。うん、そう、なんとなく分かった、その、硬いって言ってたのが。わかりました。なんだろう、僕から出てくる言葉が全部硬いん。<laughs> ですよね、多分。<laughs> そうなのかもしれない。ですよね。そ,その僕の脳内が硬い言葉しか出てないから。喋<ー> <laughs> <laughs> っててもね、硬いもんね、うん、結構。<laughs> そうですよね。あまあだから、それはそれですごく良かったから、はい。うん。第一項としては、与えた課題をね、ちゃんとやってくれたんで、はい、うん。えっと、こういうふうに砕いていく作業ができたから。うんうん。本当にありがとうございます。いやいやいや、まだまだ。 続きますから <laughs> 全然、<laughs> まだまだ。ねうん、自身の言いたいこともちゃんと入りつつ、はい、最初に書いてきてくれたやつを見返すと、いや、全然違いますよ。頑張ります <laughs>。頑張ってください。はい。じゃあお、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。